どうも、ナオチンです。さあ、今日もメガトン級武蔵やっていきます。11月の11日に発売なんですが、レベル5様よりプレイコードをいただき、先行プレイをしております。さあ、それでは今日もミッションをやっていきましょう。今日は2つ目のミッションだね。山岳警備。行ってみましょう。では行きましょう。いや、パーツをね、持ってるやつをくっつけただけなんで、見た目悪い。色がもうバラバラだよ。でもまあね、耐久力とかは全然上がってんだけどね。いやでも見た目悪いな。いや、見た目重要よ、本当に。見た目は重要ですね。おっと、やるかい。おっしゃ、アニメにもよく出てくるあのタイプのやつね。おっと、やるじゃん。おっと、マジでやる。しっかりとガードするようになってきてるね、敵が。いけ。ちょっと待てよ、銃も変えてみようか。ガトリングに変えてみよう。おお、あー、うーん、一発一発がちょっとひ弱だな。確かに弾数は結構あるんだけども、ちょっといまいちですね。こっちはどうだ。あ、ああ、ショットガン。あ、いやダメージね。リボルバーがやっぱり一番良さそうですね。あ、片手剣いいね。片手剣もなかなか使える。で、このヘビーメイス、これはどうだ。アイテムは全部取ってるね。まだ、チュートリアル的なやつが残ってるからね。あ、バフみたいなのがね、あるんだね。で、逆にデバフもあると、いうことか。オッケー。はい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 。なるほど。いや、いろんなバフがあるね。まあいいや。とりあえず、いくつか取っていきましょうか。いや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 。あのね、振りの、わあ、危ねえ。振りの遅さの割に、ダメージがない。これ、砲台から倒していかないと、危ないでしょ。危ねえ。おーし。まずは砲台から壊す。今ね。はい。じゃあ、次。ああ。リロードがね、やっぱりちょっと長めなんだよな。よし。この片手剣俺結構気に入った。危ねえ。よっしゃ。待てい。あ、必殺技俺全然使ってないね。どこだ。よいし。まあまあいい感じじゃないか。ちょっと、あれだね、回復が。回復はなんか上を押せって書いてあるな。オッケー、若干回復した。で、リロードはしっかりとやっていくことだね。で、ブーストゲージにも注意。どうだ、来やがった。まずは、この砲台から倒さないとね。砲台のダメージすごかったね。じゃあ、OK。必殺技とかで行った方がいいのかな。危ねえ、メガドンパンチ。やっべ。しゃ、ピンプンドライブ。よし、こいつがボスか。ワスプっていうことは飛んでる。なんか出たぞ。こいつ、ああ、飛んでるな、やっぱ。覚悟システムの種類、あー、なんかあるんだ。うん、あー、鉄壁が防御は、うん、捨て身は攻撃上昇、生還が、あ、回復フィールドを発生させる。あー、なるほど、うん、このザコワックが鬱陶しいな。ちょっと待って、お前らからまずは倒す。じゃあ、これザコどんどん出てくるね。
あとお前だけ。結構あれだね、当てにいくぞ。いけ、おっしゃ、いい感じ。いや当てにくい。あ、やばいやばい、あぶねえ。若干食らった。大丈夫かお前たち。よっしゃ、おらー、よし、お、空中でもスピードライブいける。よし、いい感じにダメージ与えてる。おっと、あっぶねあっぶね。じゃあ、あぶね、ちょっと待って、なんかガトリングで行ってみる。あぶねえよ。よし、よし、ちょっと避けろ避けろ避けろ。あ、弾数結構あるからこういう時には役立った。あっ、あっ、うー、やりよる。よし、いいダメージ。やばい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 。あー、あんまりあれだな、射程は長くない。これどう。え、ちょっと待て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 。よし、うっ、おー、ギリギリやった。あ、これホーミングか。ホーミングならこれ嬉しいね。いい感じにダメージが、これ入る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 、強いぞ。うわ、逃げるね。ただリロードが結構長いか。リロード長いけど、いや、これ役立つ、めちゃくちゃいい。オッケー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 。ねえ、間違えた、ダブル、やっぱ、やっべ。よし、あ、やばいやばい、うぅ、スピンドライブが打てるようになった。よし、落ちてくれよ。オッケーオッケー、もう終わりか。僕の手とかそういうのねえのかよ。オッケー、いい感じ。危ねえよ。あ、近距離が、至近距離で撃ってはダメ。よし、このショットガンなかなかいいわ。あ、やばい、うわ、あ、でもダメージ食らってねえか。やば、あぶねえ。いくぞ。ちょっと待って、 X ブレードとかなんか使えないのか。よし、阻止してやる。オッケー、終わりだ。よし、もうもういないよね。勝てると信じてる奴が勝つ。どうだ、片付けてやったぜ。勝利でしょ。これでこの周辺での活動を再開できるか。任務は無事に終了だね。アイテムも何も残ってないね。クリアです。よし、いや、今回も結構いろんなパーツをゲットした。お、ピンク色の足元を手に入れたね。で、あとこのなんだろう、この機械的なやつ、部品的なやつ、これかなり重要だもんね。お、ランク3のレフトアームとか入った。あ、これはなかなかいいやつじゃないですか。 OK OK、 こんな感じでどんどん手に入れていかなきゃいけないんだね。 OK、 やっていきましょう。ということで、また行きます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。